ダハボンは、ハイチとの国境に面している、ドミニカ共和国、ダハボン州の州都。人口2.6万人ほどの市場町であり、イスパニョーラ島の中央山脈の北陸に位置している。町の建設は1771年から1776年にかけて行われた。1776年に、トゥーサン・ルーベルチュールによって創建されたとする説もある。しかし、 ドミニカ独立戦争中に町は放棄されて荒廃した。ドミニカ復興戦争後の1865年から再び住民が定住するようになった。ダハボンはダハボン川に面しているが、この川は1690年にスペインとフランスの軍勢が戦闘を行ったことから、フランス語では虐殺の川を意味するマサクル川として知られている。この戦闘の時期には、 フランス領植民地総督だったピエール・ポール・タランドク氏も今日のハイチ北部の町リモナーデ近郊で戦われたサバナレアルデラ・リモナーダの戦いで戦死している。ダハボンはダハボン側に架かる橋によってハイチ側のより大きな町ワナミントと結ばれている。火曜日と金曜日にはハイチ側の住民が一時的に国境を越えて橋を渡りダハボンで商品を販売する市が立つ。 販売される品物の大部分は衣類、靴、乾物類、重機類などである。ハイチ人たちは国境から100ヤード以上離れることは許されていないが、死の立つ日には町の西外れの数エーカーの範囲が混雑した市場となる。3000人ほどの売り手に対し3万人ほどの買い物客が訪れるとも言う。ハイチ人たちだけでなくドミニカ人もこの市場に出て、 地元産の野菜などの食物を売る。ダハボンという地名の由来については諸説があり、一つの説は川でダハオという魚が豊富に獲れたため、良いを意味するフランス語のボンが付けられて地名となったとするものであるが、他にも先住民のタイの族がこの地域一帯をダハボーンと称していたとする説などがある。ありがとうございます。